河内国分寺島跡、河内国分寺跡、河内国分寺跡の一河内国分寺跡は大阪府柏原市国部島上町にある寺院跡。史跡指定はされていない。出土跡は大阪府指定有形文化財に指定されている。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に建立された国分寺のうち河内国国武寺の寺院跡にあたる。本では 河内国部アマデラートの推定地についても解説する。大阪府東部の山戸川左岸、大阪府、奈良県境の明神山地から北に伸びる、大地城に位置する。聖武天皇の御事のりで創建された国部僧児の遺構に否定され、古代には河内国安宿軍死母教に属し、西九百メートルには国部アマデラートの所在も推定されるほか、北北西4 0メートルには、 竹原井東宮水定地、西北西約4キロメートルには、河内国府水定地が所在する。地域では1934年以降に発掘調査が実施され、水定近道跡、島跡の水定以降が検出されているが、地域、ガランの詳細は、未だつまびらかでない。休憩者地に位置するため、水定地域となる平坦面は狭く、 他の国分寺が広い地域を有するのに比べて得意な例になる。出土瓦の一部は1977年に大阪府指定有形文化財に指定され、現在では、東跡が史跡整備の上で公開されている。聖武天皇肖像創建は不詳。天平13年の国分寺建立の御事のりの後の創建とされる。発掘調査では8世紀中央頃の建立と、 推定されるとともに、全身寺院や、先行以降の存在も認められている。特に、出土瓦の様相が、山和川対岸の竹原井東宮推定地と同種になる点が注目されるが、青谷遺跡の河原が若干先行することから、当地一帯で、聖武天皇の宿所、関連施設が営まれたことを前提にして、国分寺が建立されたとする説が挙げられている。 なお、周辺では、鳥坂寺石、田辺廃寺跡、片山廃寺跡などの古代寺院も立地したことが知られる。延長5年成立の演劇式取税上では、国分寺料として稲一万束が規定されている。天栄2年10月20日の当時長安では、河内国分寺講師を務める東寺僧の清順の住人が認められている。また、 検定鎮工事論伝館中案では、天人2年に、泉国池田里に、河内国分寺料が存在した。中世に入り、所在演技では、国分寺に関する記述が見え、河内国分寺を指すとされる。また、県営2年7月8日の、送信喜び防寺料中心上の、河内国松寺国分寺法名徳泉寺の記載。 防衛元年8月5日のサイリン事業伝爆目録のサイリン事業123丁余りのうちに見える国分寺分25丁余りの記載も河内国分寺を指すと見られる。その他、智山試食注文案にも記載が見える。高野山新言州国分寺河内国分寺等後の北東 1.1km に所在。江戸時代復興。その後の変遷は不詳。 早い段階で廃寺となり、江戸時代には、所在が失われていた。その後に、国分寺の場所を探索するにあたり、東条、西条、北条、南大の各地名の中央に位置する、帰結寺の地に否定され、地蔵堂が建てられている。新言州河内国分寺河内国分寺等後付近に、所在。2009年に、高野山新言州国分寺を母体として復興。 近代移行については次の通り、東気岩地域は不明。通例では国分寺は二丁四方の地域を有するが、当地ではそのような平坦面が認められないため、狭い地域が推定される、得意な例になる。現在までに推定近道跡、島跡の移行が検出されている。遺構の詳細は次の通り、推定地域からの出土遺物としては、河原辺がある。河原には、 国分寺の主体となる河原と、全身寺院の河原がある。前者では、奈良時代中頃の平城宮系の復弁七葉、蓮下文献丸河原、金星唐草文献丸河原の組み合わせが認められ、その画用跡は、河内国府水定地周辺部の本田五病山古墳街、筒見付近で検出されている。後者は、片岡大寺系、岡寺系、薬師寺系など白方から、 奈良時代前半頃の河原になる。出土河原のうち、軒木丸河原、軒木平河原計11点は大阪府指定有形文化財に指定されている。なお、河内国府から遠い点、山和国に近い点、推定地域が狭く休憩者地が迫る点で、当地を国分寺跡に否定するには疑問点も挙げられる。かつては当地の他に、 田辺廃寺跡や片山廃寺跡に否定する説も存在した。アマデラ跡の所在はつまびらかでない。掃除跡の製法に2次の地跡があり、奈良時代の河原の湿度も認められることから、同地付近に所在が推定される。推定地域内では現在までに数字の調査が実施されているが、ガラン建物の遺構の検出には至っていない。また湿度下の木丸河原の様相も、 河内国分寺の前身寺院河原と類似する一方で国分寺主体の青屋敷河原が認められていない点に課題を残す。河内国分天寺まについては文献上でも知られないことから平安時代までには衰退したとする説がある。河内国分天寺跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。